はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。さあ今回 MSR1 号シュプリームですね、やっていきたいと思います。シュプリームで合ってる？これもういい？というわけで MSR1 号これ合成できないんで、まあ期間でもらったやつなんですけど、まあこのままやろうかなというふうに思います。合成も改造もできないから、まあこのままの性能なんですよ。で結構ね、ま、パッと見この性能めちゃくちゃいいなというふうには思います。最近で言う、ベテランとちょっと比べてみよっか。ちょっとウルトラじゃなくてスーパーマーシャルとか今持ってないので比べられないんですけど、まあ、ちょっとベテランと比べてみる と、ベテランでどうしようかな。とりあえずロングレンジバレルにしとこうか。ベテランロングレンジバレルっていう選択肢ねえな多分これねえな。バーストバレルでもいいんだけど、ちょっと、一旦これでやってみると、まあ、ベテランの方が、攻撃力劣ってますけども、安定感じゃなくて射程距離に関してはシュプリームの方が短くはなってますね。でこっちバーストバレルのマーク2をつけてようやくこれなんですよ。ちなみにライフリングつけると51もありますけど、まあ、つける意味はないです。この連射力遅すぎなんで、まあ、絶対こっちですね。ちょっとバーストバレルお互いでつけて比較すると、まあ射程距離が圧倒的にこっちの方が短いし攻撃力も低いんですが、まあベテランの方が連射力は13なんで、ほぼ13なんでだいぶ違います。もうだいぶ違う、 0.8 違うって。でまあこっちもとりあえずまんべんなく使えるようにしたようなイメージだよね、 MSR ね。まあなんかこう俺の嫌な予感するのは、なんかどっちつかずな、その特化してる部分がないから、なんかいまいちパッとしないっていうのが一番嫌なんだけども、まあまあまあそれは実際使ってみないとわからないのでやっていきましょう。でカスタムはバーストバレルマーク2、ベテランメカニズム、プロトタイプグリップ、ショックアブソーバーです。でこれなんでベテランメカニズムなのってところなんですけど、これつけないとスプレッド回復速度 0.70 秒でめちゃくちゃ遅いです。なんかもうわかるぐらい遅い、本当に遅い。ただこっちつけると本当に締まりが良くなるんで、めちゃくちゃ速くなります。なのでぜひこちら使ってください。というわけでやっていきましょう。はい、やっていきましょう。これスコープもね変えれたらいいんですけどね。エコックスコープですかね、これ。なんだろう、かっこいい。おー、敵いる、びっくりした。全然気にしなかった。ですよね、来るよなと思ったわ。あー、スナイパーにやられた。素晴らしい、いい2キル。後出しでも勝てる、素晴らしいんじゃない今の。まあ、攻撃力が46ってのがちょっとミソなんだよな。うわー、マミギーター、早え。うん、削っただけ。いやー、しっかり頭入れたけどね今。もうちょっと早く落とせると思った。さすがに遅かったな今の。さあ、いやー、落としたかった。これ連射力の差っすね。ここはもうしょうがない。もうちょっと頭に入れれることができたら、いけたかなと思います。落ちないか。いいようにやられてましたね、ちょっと、F2 戦に。かなり前目に出て戦ったんですけど、うわー今のいいね、6割以上カット。これさあ決め打ちして味方を上げれるようにして、いやーって一発でヘッドには入ってはいるけども、やっぱり大したことはないんで実際。落としきれてないね。ただやっぱこんだけ球数打っててダメはしっかり出てるってのはね、
まあ、評価するべきだろうなって思います。あ、ダメだもうダメ20いくんじゃないですかね、この調子なら。一緒だと思うけどね、これなら。いやー、落としたかったー。もうしょうがない、今のは。余裕で20超えてた。ただ、さすがに勝ちでしょう。あっ、OK!ラストキルもらったい。やったラッキー。さあ、01からスタートです。珍しい、バルコニーだって。さあ、超絶遠距離から。はい、逃げます、逃げます、帰ってきました。あぶね、知るとこだったぜ。味方に任せよう。もう俺は隠居生活だわ。俺の出る幕じゃねえ。そんなわけでね、味方かな今のは。あ、ここで見えるやん。マガジンチェンジ。してくんねえかな。手榴弾を使うぞ。爆弾発見。ダメはね、多分普通に出てます。やっぱり20腕ダメで29、胴ダメで40出たり、39も出てたね今ね。やっぱ出ますね、46も。そりゃあ出ますよと。大量ですな。手榴弾を使うぞ。これは大量ですよ。前方に敵だ。敵だ。二人ですね。何これ、 ASMR なんだけど。これか、これの音か。近距離で4発入れてますね。ここダメいいね。30腕ダメで30出てる。近距離いいね、いいね。まあ1回ぐらいこっち行きますか。ゼルランド似顔行ってるんすよ。なんで一回ぐらいはこっち行っておきましょう。危ねえ。ちょっと当てておきましょう。味方がやってくれると信じていました。うそ。いやー、上だね。手榴弾を使うぞ。お、ありがとう、助かりました。俺の超やべえ謎グレネード食らわしてるよ。おい、手榴弾を使うぞ。なんだいこの場所。え、あっちにいんの。え、やばくない？ここ。あっちいるっぽいよね。
でも爆弾こっちだからね。お、すごい、大丈夫。すごい、やる気満々じゃない？赤点は出したんで。ナイス、素晴らしいっす。いい判断でした。あ、今なら相手罪です。もうどっちが生き残っても勝ってたんで、やられたとしてもか。いいプレイでしたね。あ、俺シーコじゃねえや。自分があたかも C4 みたいな動きしてたけど、全然 C4 じゃなかったっす。あ、ナイス。だいぶイケイケだね、これね。はい、というわけでね、まあサクッと勝てたんで良かったです。で、MSR イチゴシプリーブなんですけども、まあだいぶ強かったなと思います。まあ改造も合成もできないんでね、これ以上は伸びしろはないんですけれども、まあ十分かなと。まあ今のね、なんか環境だったら合成とかなくて、多分こういう通常の武器で戦えたら、それは割と楽しいのかなというふうに思います。合成改造な、まあ改造あってもいいとして。まあ、合成がなかったら、今ね、バケモンみたいな武器しかないから、まあ、この武器がね、5年前に登場してたら、まあ、最強すぎてやばかったんだけど、まあまあね、今ね、こういう時代なんで、まあこの性能をもってしても、まあ、普通以下になるのかなというふうに思います。まあ、だいぶ性能はいいけどね。まあ、というわけでね、非常に優秀な武器でした。合成ができるんであればもっと強くなるなというふうに思います。やっぱこのバーストバレルマーク2のこのカスタム、この1本だけでアホみたいに、性能が高くなるんで、やっぱりここに、M16A4 の性能とか入れたりできる。あ、待って、これな、防弾カツ、あ、28だったらいけるね。あ、だから14で15、16、F2000、この F2000 よりもはるかにすごい、性能作れるかなというふうに思います。多分バグって17ぐらい連射力いくんじゃないかな。そうなってきたらね、多分やばいね、この武器ね。まあね、合成できればなとは思うんですけど、まあそううまくはいかないので、まあしょうがないかなというふうに思います。はい、というわけでね、MSR15 かなり、コスパよく使わせていただきました。すごく良かったです。強かったです。というわけでまた今度、やっていきましょう。ね、他のバレルも試したいしね、30日ありますんで、その間にまたやりますんで、楽しみにしてください。というわけで今回ここまでとなります。お疲れ様です。